さあ気合い入れ直すぞ。さっきインポスターだったからな。今回はクルーだ。いけるで。クリューメイト。クリューメイト。テンタン。テンタン。殺さないでナイス。ナイスボタン。これで通用され。ジンさんボタン。アーカイブー。ヤーマン。ヤーマンさんに見られたからいいや。え、早っ。コミュ早すぎない？どこだかわかんないんだけど、アーカイブやってる時だと。アーカイブやってる時にコミュされるとマジで困るんだけど。どこだよ、マジで。これか。誰とも会ってないな。やっべ。サンシアさん。誰かいるか？夏目。レシピおはようございます。レシピ何や何や。エンジ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 ン、昨夜。ギリギリジンジン、ギリギリジンジンジン。よし、次はわしのボタンだな、これは。うーちゃん。ん？どういう動きだ？なんで右から来たんだ？納得できない。その動き。わかんないけど。昨夜さん。まあ、いっか。なんかおるな。なんと。おぉ！三つだよ。許せ。まだ三つだよ。ヤーマンさんだけ見た。昨夜さん。ヤーマンさん、昨夜さん。右に行ったんだっけ？合ってる？あれ？ないわ。よーし、ボタンだ。詩人さん。ヤーマン、昨夜、詩人が右へ。やべ。ヤーマン、昨夜、詩人、エレジー。どういう？殺されかねないんだけど、怖っ。マウスパッドがめっちゃやりにくいんだけど。あらま。あららら。ふうさん、アーカイブまで見てます。あれふうさん見てます。ふうさん、シャワーから。アーカイブにいたな。ふうさん、シャワーにいた、シャワーにいた。シャワーから降りて目に行ってると思います。あ、で、停電直したの砂ザメです。貨物室です。うん、はい、うん。で、貨物室で停電直して、で、その足で診察室行ったらもうすでに死んでて、死んだ3、4秒後ぐらいにボタンっていう感じですね。すでに死んでました。え、10秒ぐらい前に昨夜と主人さんがシャワーいて、そシャワーしているときにシャワーから目に抜けてくる風さんがいたので、行っててエンジンか電気ぐらいかな時点だと。寺蔵さんは弾けるかな。どっちも関わりなそう。あとは夏目先生も弾けます。あ、はい。金庫の金庫の左のドアを開けていたのが夏目先生。あ、うん、先端がだから実施点できそうではある、うん、エンジン機。エンジンだったら僕やと思います。テラゾ視点エレジーさん弾けます、うん。弾いてくれるんだ。ありがとうございます。え、なんで？リフトから乗ってきたりとか、弁当の場合は分かんないかもしれないでも。あ、聞けないですよ。ですけど、ちょっと後ろにいたんでね。僕目線前にテラゾさん。できるでいいですか？結論的には。まあ、できなくはないかもしれない。どこでですか？メイン？メインの弁当だったらってことですか？メイン弁当。うん、いや、あれですよ。だってテラゾさん、エンジンの上のドアで合流しましたよね。僕らって。え、エレジーだって下から来たんだっけ？下から来ましたよ。左から来たのか。ししたよね、エレジーさん、一点聞きたいんですけど、はい。あの、寺蔵さんが最初、素直に弾けるって言ったときは、あ、僕のこと弾けるんですかって言ったくせに、あ、はい。なんか、いや、弾けないって寺蔵さん議論しだしたら、弁明するのは怪しいと思います。あ、不毛みたいなの、不毛だと思うので、次、別の話してください。はい、まあ、予備地に入ってます、ギリギリってことですよね。はい。僕から寺蔵さん弾けることだけ言ってきます。はい。浮いてます、貨物室です。ヤーマンも浮いててエレキなんですけど、ヤーマンシェリフです。なんでエレキには降りてきてません。なるほど。一応、詩人が最終位置がシャワーで、16秒前まで、フーさんいました。で、16秒前にフーさんが下に抜けてて、サクヤさんも一緒に下に抜けていくのは見ました。じゃあ、貨物にいる僕は弾いてほしいです。一偽装じゃない限り。
あ、パンはできないと思います。夏目先生に向けて言うんですけど、イケてエンジンなので、宿舎の情報を持ってるから、イケてエンジンだったら僕は難しいと思ってほしいです。まあ可能性が一番低いのはセンターだと考えてます。はいね。三枝屋さん、夏目、貨物の下の扉は閉まってるけどよくわかんねえな、正直これじゃ。じゃあナイスです。はーい、はーい。あれ結局サクヤさんって採用技術なんですか。サクヤ容疑者だと思うんですけど、サクヤメインホールの女性のとこで終わってるので、はい、メインホールの真ん中から左行ってるかで電気降りてないってらしいので、まあ、エンジンホールあたりに行ってるのかなっていうのが、はい、でサクヤさんがアーカイブとかシャワーで置いてった人はもう白出しができるっていう場面。サクヤ視点は三枝屋さん、主人さんは白を弾けてきます。はい、てか、はい、除染だったらエレジーさんが弁当を使ってる場合弁当見えるはずですよね。あそこだから見えますね。エレジーさんがさっきは議論的な IC って言ったけど弾けそうではあるかも。ごめん、エレジーさんってどっちから僕と合流しました。あメインエンジン上でドアで合流。あーなるほど。じゃあ詩人さんとすれ違ってます。詩人さんすれ違ってないと僕メインホールの真ん中らへんで詩人さんが右に行くのとすれ違ったんです。詩人さん視点ちょっと難しいかもしれない。僕が上側だったんで、ごめんなさい、停電の時だったんですよ私。そう、停電です。いたのだから多分ちょっと見えなかったかもしれないですね、はい、上側を走ってましたがすれ違ったか正直もう記憶ないです。多分ないと思う。僕の後続でエレジさんが来てることになってる、なるんで。あ、そう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 、だから寺戸さんは弾いた最初から、うん。じゃあ結局エンジンからメインに向かう戦闘が詩人さんで、シャワーからエンジンに向かう戦闘が昨夜さんだったらどっちかに見えちゃう気がするけど。昨夜さんしてシャワーから戦闘に向かったのはフーさんですね。フーさん先でその後昨夜さんが追ってる感じです。ああ、フーさんキルの話です。ごめんなさい。今弾けてるのは夏目タラゾーヤンマンだけで大丈夫ですか？一応昨夜さんからは白出されてますけど多分大丈夫。まあでも場所が見てないのでまあ。三枝さんを誰か確認した人はいるんですか？三枝さんはどっちから貨物に入ってます？僕はアーカイブから貨物に入ってます。で、最後金庫のぐるぐるやってるんですけど、誰とも会ってません。貨物の金庫は貨物の金庫。うん、茶葉アーカイブにいたら死にしてますよ、エイジが。ああ、で、定年直したの砂ザメで、他にいなければ一応貨物にいたという証明になるかなという。まあ、乗っ取りじゃなければ、定年直した乗っ取りじゃなければ。なるほど、はい、三枝さんは奥にいたから砂爪さんとは会ってない、うん、会ってない。手で直した後に診察行ったんで、多分砂爪の後に貨物に多分たどり着いたっていう時系列かなぐらい、うん、診察が後なんですね。手で直して診察行ったら、うわ死んでるじゃん。はい、酒屋さん試練弁当は開いてました？開いてない、うん、それは分かったら言うよな。 LG さんこれやばいかな、どうだろう。煮切るかで、一釣りもしてない。またどうし打ちしてくんねえかな、人外が。全然あると思うけど。先端エレジー死ぬ、やめて。助けて、昨夜アーカイブエレジー石油先端アーカイブ殺してないか。エレジーさんはなさそうだ。ヤーマン、え先端さん見たぞ。あ、先端死体確認してますカメラで。アーカイブの真ん中で死んでます。ごめんなさい、山さんセリフで僕のこと切ってます。僕が通報ボタンを押しながらキッチン武器庫って言ったところでコミュニケーション上から山さんが来て死にました。即通報しました。あーなるほど、先端さんの死体がアーカイブですね。アーカイブです。カメラ寺蔵さんと僕一緒に確認してて、寺蔵さんがいなくなった後カメラガチャガチャ回してたら5秒後ぐらいに先端が肉になりました。5
5秒後に肉になってたってことは、それ以前に死んでるってこと？まず寺蔵さんがカメラ見終えてから、はい、いなくなって、で僕残ったと思うんですけど、カメラ回してたらその後死んでて、はい、でそこから、アーカイブに向かっていて、今、シャワーのドアの下で、シャワーの上側ですね。で、その前に、チェイスし、はしごチェイスしている三枝さんと、なんか誰かもう一人いた。僕と三枝さんと、最後、砂沢さんと合流して、はしごチェイスしてました。はい、そんな感じです。あ、主人さんもいましたっけ？私は今違いますね。全然金庫の方にいます。金庫です。だから寺蔵さんの先端キラー絶対いないとだけ言える。うん、はい。寺蔵さんの先端、寺蔵さんはそもそもヤーマンさんに切られたんですよね。はい。うん、だから隠しろから、はい、詩人さんのコードキャラ教えてほしいです。だから。詩人さんは、はい、脇市がアーカイブで、アーカイブのタスク、アーカイブの下の配線タスクをやってから、はい、シャワー、メイン、エンジン、宿舎前、金庫です。で、金庫のタスクをやってます。夏目でそのメインの通路の時ですね、うん、メインの通路3約30秒前に先端さんと夏目先生をメインで見て置いてきてます。あ、僕三枝さんもいたね、はい、あれははい、三枝さんも多分ね停電の時ねすれ違ったと思う、うん、青が見えた、ね、あれあの時って30秒前とかじゃないですよ、もうマジ10秒前とかで絶対つんなきゃいけないんで、うん、夏目 LG さん若干疑っててごめんなさいね。あ、いや LG さんはないカメラ見ててあ、ない、うん、センターが赤壁にいたのも見てる。坂井さん釣りたいです。夏目先生、オッケーオッケー。え、俺ですか？俺今回絶対できないですよ、センターさんのキルを。じゃあ夏目先生釣ります。いや、下位置基礎、あの下位置基礎さんに合わせる。シャワーとかでキルした可能性あると思う。夏目先生、エリジさんに疑いを向けたから釣るという理由なので、すいません、夏目先生が怪しいと思ってるわけじゃないです、申し訳ない。いやー僕夏目先生入れといてなんですけど、白の気がしてるんです。夏目主人のどっちかにちょっと見えちゃった。ごめんね、正直わからん。エリジーさんに逆らわないでほしかった。ボタン押そう。まあエリジーさんも人外の可能性あるけどね。きついなこれ。押してける。これはないっす。おお。これ詩人さんまで釣るってのはないんですか？絶対。詩人さんまで釣ってもいいですけど、もし20ぐらいだった場合は。足んないんですよね。だから昨日はもう決め打ち盤面だったかなっていう。でも今回も釣らなきゃいけないですよ、6人なんで。6人20ぐらいの可能性が高いですよね。多分僕視点の情報出した方がいいと思ってて、センターの方について。うん、一応、その。寺戸さんが左の方に行く、カメラからで僕がその後回してたら1周後ぐらいで死体を発見する。その後階段登ったらシースしている2人、酒屋さん三枝さんで、その後メインの右のドアが閉まっていて開けてシャワーの上ら辺で終わりなんで、まあ、キルした人は酒屋さん三枝さんじゃないのかなっていうふうに思ってはいます。酒屋三枝はキルクール上げる前からメイン下の何階段でチェイスしてて、その後砂ザメが下から合流の絶対この三枝や砂ザメはセンターさんの比率で無理。だからそうなるともう詩人さんになっちゃう、はい、自分の中で消去法で、うん、詩人さんかさっき夏目先生が言ってた LG さんのカメラ偽装かのどっちかだと思って、あるいは寺戸さんのシリフ乗っ取りっていう薄い可能性かぐらいな。その前のキルとかも考えなきゃいけないと思ってるんだよね。でそうなると書店がやっぱ詩人さんと咲夜さんがちょっと怪しく見えちゃったっていう、ちょっと自分の視点から。そうなんで、そこから俺は咲夜さんを釣りをしてます。そこは昨夜の情報から。昨日は昨夜さんではない、そのセンターさんは昨夜さんでは絶対ない。うん、それはそうですね、うん、あれ初日は多分昨夜さんも私も多分できるという容疑者入って、南さんキルがメインホールでサンドイッチだったんで、その昨夜さんと詩人さんが位置的に、でもう一キル二人外ケアだったら詩人さんかな。これでもどうなんだろう、二人外なら監視カメラで、あ、ごめんなさい、エレジさんって監視カメラでエンジンのとどこにいる、私見てないですかね。いやー見てない、ごめんなさい。見てないか。先端ばっか見せて。ちょっとじゃあごめんなさい、これ以上白出し要素。いやでも俺昨夜さん釣りたいな、ごめん。あ、でも詩人さんかな、どうしよう。昨夜さんの方には絶対関われてない。寺田さんに合わせる。経に関しては。前回は関われないの分かる、ドア閉まってたから。私はやっぱ初日自分無理だったんで昨夜さん見てるんで。そう、昨夜さん視点から詩人さんの白が出るはずなんだよ。2回怪しい詩人。初日は出してるけど、2回目は分かんない。2回怪しい詩人さんがいるんで、詩人さんを釣った方がいいと思ってます。
あ、ごめんなさい。私先は入れました。助かってます。助かってます。ボタンもないですね。寺田さんに。助かってます。どうすんのこれ。だからボタン的に。合わせてくださいよ、僕に。ごめんなさい。くぅ。どうすんのこれ。酒屋さん釣りたかったな。今回は無理ですよは、うん、わかんないからな、正直。僕シェリフでもなんでもないから、ただの隠し城なんで厳しいな。やさんしやさん、町屋さんかなこれ。じゃあ何だったんだ今の。エレジー砂ザメ、ちょどういうこと。サンシャさんが死んでるのかな、あっちで。ああ、来てる。ナイス。どうしましょう。タスクは終わってます。タスク終わってます。タスクごめんなさい、まだあります。あと6。まあどっちにしろに、どっちにしろその二人街だったら多分もう釣りっていう進行なんで、少なくともインポスター1は落ちてると思いますね。連携取れない二人街か一人街だけ。僕が信用してるのはエレジーさんと砂ザメさんですかね。今回ボタンを押す必要がないと思っていて。あ、そうですね。僕もすみません、さっきちょっと終わっちゃった時、寺蔵さんの投票に合わせます。僕はあのエレジーさんを信用している理由は、キルクールが明らかに上がったタイミングで僕がセキュリティでカメラを見続けてたところにエレジーさんは何回か通ったんですけど殺されなかったっていうところだけです。ごめんなさい。同じくです。なんでということは、ごめんなさい、センターさんがキルが誰で追ってるんでしたっけ、寺蔵さん目線だと。ごめん、わかんない。夏目先生って可能だったの。あ、そう、夏目先生か。夏目先生か。そうそう、夏目先生だ。酒屋三社の2人が無理なので。うん、酒屋三社は絶対無理です、あの日は。で、例えばそこでも詩人さんを白に置くんだったら、夏目先生、酒屋さんっていう感じの。詩人さん釣るべきなのか。かな、私目線はそれに見えてます。うん。酒屋を釣る理由が商店の南風さんの容疑ってことですか。そうですね。で、夏目先生が先端3キル。三者さんって今回なんでリフトの右下にいたんですか、ずっと。ああ、もうタスク終わってるんで直そうと思って。ああ、なるほど。はい、で、寺蔵さんとエレジーさんがワンチャン、その一理想あったら怖いなと思って、二人いたから左に抜けました。なるほど。感じです。はい。いやー、難しいね、これは。どうしようかな。サキヤさんと詩人さんがめっちゃわかんねえんだよな、これ。サキヤさんか詩人さん釣るなら、2回用に入ってる詩人さんを釣った方がいいとは思ってるんですけど。じゃあ詩人さん釣るか。ちょっとごめんなさい、私はもう反論できる要素がちょっともう持ち合わせてない。でもさ、1回目のキルで詩人、昨夜さん視点詩人さんは無理でしょ。1回目のキルは白出せます。三者さんは見てないか分かんないけどっていう理由なので、アーカイブから下にフーちゃんが抜けて、先に抜けたのが昨夜さんっていう話だったよね。なんか抜けて、メイン、あの右奥に入ってます。詩人さん釣るか。昨夜さんだ。俺に勝手に釣れないの。あれ、サクヤさん釣る。これも釣る。サクヤさん釣るよ。サクヤさんに行きました。ごめん。サクヤさんにごめん。ふんわり釣られちゃった。主人さんも怪しいと思ってるけど、まだ残ってるかな。初日その白をごめんなさい、見逃してました、私。いや、わかんない。ごめんね。白出せる。よし、はい、やったー、よかったー。センター死んでた。すごい。ありがとうございます。寺田さん、ありがとう。いや、もうエレジさんが白すぎるから、そこを釣る様相としたら夏目先生を釣らざるを得なかった。いやー、ありがとうございます。ありがとうございました。さきやさんがそのボタンを押したのに、ちょっとボタンの前に行ったのがちょっと自分の中でどうしてもあれはもうタスク終わってますよアピールだった。あ、アピールか。そっかそっか。さきやさん、僕とはしごでなんかやってたの、あれ本当にキルしようとしてやってました。いや、キルしようとしなくて、そこで白を稼ごうと思って一緒に遊んでます。そうそうそう。ヤマさん、なんでなんで僕に切ったんですか、連打してた。僕はあの扉を開けようとしたらボタンが。そんな理由かよ。キャラコンミス、ほんまにびっくりした、あれ。いや、申し訳なかったです、本当に。でもみんな信用してくれてよかった。スペースで扉開けれますよ、スペースキーで。あ、そうなんすか。はい、あと割り当てもできますよ今。あ、全然知らんかった。あれ、夏目何を言おうとしてたかっていうと、あのカメラついてるところで先端キルしたんですよね。そうですね、多分。
だから時系列洗ってくれれば、夏目カメラついてるのに切るしててエレジーさんに見られてないですっていう主張をしたかったんですけど、普通に髪切りだったんだよな、回してる間に死んでたからな、うん、確かに誰も来てる間に殺しました。そうめちゃくちゃ光ってる時にずっと棒出してたんだけど、そうたまたま見られてなかったんす。立ってんなと思って見てたら、あのマジニコマ漫画みたいに急に肉になってるからびっくりしました、そ, う そ, うそれをそうそれを言いたかった、惜しかったな。あ、これ夏目先生あと、なんだろう、一応作屋さんが先端がアーカイブ通る前にアーカイブを通ってるのを俺見てて、作屋さんから先端の目撃証言が出るんじゃないかなって期待したところがちょっとなかったのも、あの入れた要素になっちゃったんですけど、見てはいなかったんですか作屋さんは先端。あ、見てなかった、確かに。あ、そうなんだ、そうなんだ、じゃあそれはちょっと申し訳なかったな、釣る理由としては不確定なことだったからちょっと出さなかったですけど、ふーちゃん死んだときは、しじんさん白かったから、どう見ても。そう。出さなきゃよかったな。他が完全に単独だったんですよ。浮いてたから。あ、でも、昨夜さんがシャワーで死んでるって言ったら、どっちか分かんなくなってましたよね。うん、確かに。そう。未来シャワーで死んでるんですよ。はい。ああ。そう。弁当の上で死んでたの。それ発見されてたら分かんなかったって感じ、うん、抜けて良い昼と思ったらセリフがね、ヤーマンさんいたから逆に狭まっちゃったって感じだった。ぶっちゃけでもヤーマンさんに切られたおかげでなんか隠しろ位置になって、それで強権発動できたところもあると思うんで、実は良かったかもしれないです。 ありがとうございます。はい。ごめんなさいは言わんとこうと思って、はい。センターに第一が切れないし、ヤーマンさんに切られたっつったらもう寺田さんだけは信じれるんじゃないですか。